1998年3月竣工のアタゴトンネル。建設は西松、佐田及び佐久間の JV。玉川南岸道路は東京都西多摩郡奥多摩町ヒ川ワ丹三郎で東京都が進めている道路整備事業の名称。路線名は東京都道45号奥多摩大目線と東京都道184号奥多摩きる野線になる。 狭くカーブの多い国道411号原道のバイパス道路として奥多摩町氷川地区から道庁丹沢風呂地区までの区間を東京都が整備を進めている。東京工区、海沢工区、城山工区、丹沢風呂工区の4工区に分けて事業を進めており、東京工区、海沢工区はすべて完成、城山工区は2015年5月30日に、 開通した。海沢港区では国道411号原道との間に海沢大橋がかかっており、ここを経由して奥多摩町市街地を迂回することが可能である。丹沢ブロー港区は未だに着工されておらず、平成22年度に基本設計を発注しており、2トル弱の長さのトンネルが建設されるとされる。また、 県通り新聞社が2011年5月24日に報道したニュースによれば、東京都は道路幅もトンネルも狭い本道路西側の境、現地内の約3500メートルの間にトンネルや橋梁などを含む2車線の道路を新設する予定があるとされる。この道路ができた場合、休日における奥多摩湖周辺の観光渋滞などが緩和される可能性がある。 ありがとうございます。